どうもー、マンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。とうとう来たぞというところでですね、浦和ザタワー、浦和ザタワーですね。ザコスギタワーじゃなくてザコスギタワーみたいな感じですね。浦和ザタワーモデルルーム見学して参りました。今回ですね、ちょっと天候との関係もありまして、申し訳ないですけど、ちょっと車中でという形になるんですけども、さあもう今ですね、見学してきたばかりですので、全然まとまってない中で申し訳ないんですけど、まあ別でもちろん記事はですね、公開させていただくので、そちらもご覧いただければ幸いです。ちょっとまとまってない状態、本当にファーストインプレッションというところになるんですけども、私なりにですね、浦和ザタワーについてですね、語らせていただければと思います。まあ、とにかくもう、まず立地でテンション上がりますね。まあ、賛否両論あるかもしれませんが、埼玉県ナンバーワンマンションと言っても怒られないでしょう。まあ、もちろん、大宮が好きです。川口が好きです。埼玉新都心が好きですとか、いやいや、JR じゃなくて東上線が、西武線が、伊勢崎線がと、いろいろですね、あるかとは思うんですけども、埼玉県ナンバーワンマンション、浦和ナンバーワンマンションじゃないですね、埼玉県ナンバーワンマンションと言っても怒られないのではないかなと、少なくとも私はそう思っております。埼玉県ナンバーワンマンションというところですね、浦和駅、西口のですね、再開発事業というところで、まあ、再開発はですね、これまでも浦和ですね、まあ、タワマンも、2棟できまして、再開発自体はこれまでも進んできましたけども、まあ、今現状としてまあもう大きいもの、行政絡んでるものとしては駅前としては一旦これですね、ラストという形で、まあもちろん長い年月で見ればまたあるかもしれませんし、まあもしかしたら洋華堂ら辺が何かになるかもしれません。まあ洋華堂はそこは何も情報出てないですけども、将来的に何かになるかもしれませんけども、一旦ですね、まあ大きい再開発事業としてはですね、フィナーレというところで最後に、一番美味しいところが来ましたというところで、もう美味しいところは最後までというところですね。いいところから、もちろんこれまでのマンションもいい立地多かったですけども、その中でも集大成と言えるようなスペシャルな立地というところで、私がですね、最初に記事化したのが2015年というところで、もちろん再開発なので、大元としてはもう1980年代とか、ぐらいからですね、こう話はあったっていうところですけど、さあ、用意ドンではなくて、もう都市計画としても、まあ、ちゃんとこう、購入できるものになったのが、10年ぐらい前でしたかね。その時ぐらいに私が最初に記事化したというところになりますけども、まあそこから10年弱ですね、経ったというところで、当時は、2020年頃の完成を予定していたというところで、まあ再開発あるあるなんですけども、着工まで時間かかりまして、2026年の春頃のですね、竣工予定というところで、当時の記事から見て6年ほど、遅れているというところで、当時の記事でですね、私価格に関してですね、まあ当時、もちろん当時のマーケットっていうところですけども、希望価格は坪300と。まあただ希望価格で出してくれる新築は滅多にありませんので、まあ320から350ぐらいじゃないかなというふうにですね、語らせていただきました。で、じゃあ結果今回いくらかっていうところでいくと、まあ今回もうウェビナーでしっかりと情報を出してるところですので、もうご存知の方ですね、ばかりかと思いますけども、まあ、まだちょっとざっくり予定価格ではあるんですけど、平均坪単価600は超えそうかなと、600ギリの部屋も、あるようなんですけども、平均としてなんか600は超えそうと、特にプレミアムとかも化け物みたいな価格になるであろう部屋、プレミアムがですね、価格出てる、全部が出てたわけではないですけども、まあ3億台とか、まあ当然もっとスペシャルな、王様重工になってくればもっと上になってもですね、当然違和感はないというところで、そこを入れちゃうとちょっとよくわかんなくなっちゃいますけども、まあ、ボリュームゾーンで見ても600を、超えそうかなというところで、まあ、当時の倍ぐらいですかね、にはなっちゃうというところではあるんですけど、まあ、当時とはちょっとマーケットも変わっているというところで、今の相場で見てしまうと、まあ、それぐらいになっても、違和感はないのかな、致し方ないのかなと。まあ、本当は坪500ぐらい、500半ばとかが平均だったら、それは最高だったんですけどもね。まあ、なかなか、総評でも語らせていただ
こうと思うんですけど、まあターゲット層がもう今回は絞られているっていうところで、まあなかなか強気な価格かなというところではあります。壺で言うと600超えかなというところです。で、まあもちろん建築費も当時からすればだいぶですね、膨れておりますので、ただデベロッパーが美味しいところを持っていってるだけではなくて、まあ原価も当然高くなっているというところはあります。まあもちろん再開発事業は稼ぎどころではあるので稼いでるとは思いますけども、まあ建築費も当時とは総事業費も違うというところで、まあ立地に関してはもう言わずもがななんですけども、京浜東北線と上野東京ラインと JR 湘南新宿ラインですね、あと一部特急とかも止まりますけども、その浦和駅のですね西口側ですねのロータリーを経由してすぐというところで、そのロータリーにですね、面する形で東西に長い都市形状になっているというところで、従前はほぼほぼ飲食店ですね、まあ、飲食店はいろいろ駐車場とかありましたけど、飲食店が主にあったというところで、お気に入りの飲食店が再開発でなくなっちゃったなんていう方もですね、少なくないのかなというところで、まあもともとは飲食店等がありましたというところで、まあ今回本当肝になってくる部分ですけども、総戸数としては500戸超えるんですけども、もう地権者重工率がですね5割弱ぐらい来ておりますので、販売個数としては結構少なくなってしまっているというところが、また価格が高くなってしまうポイントではあるんですけども、まあ再開発事業ですので地権者さんも当然ながら多いですというところになってきます。で、まあ、あえてですけど、立地面のウィークポイントを上げるとすれば、まあ、駅との間に屋根はないですよと、まあ、駅直結ではないですよというとこですけども、まあ、商業一体なので、今回徒歩分数表記としては3分。まあ、これはエントランスホールまで、外側を歩くルートで取っておりますけども、まあ、営業時間帯はっていう形になるかと思いますけど、商業施設当然通れるはずですので、まあ、実質どうですかね、駅から、先ほど歩いた感覚だと50メートルとかそのぐらいですかね。しかもう屋根がない区間はないですというところで、まあそのほのちょっとだけちょっと屋根はないというところで、まあそこに、まあわかんないですけどもね、屋根作るかもしれないですけども、そっちはちょっと行政の話になっちゃいますし、将来的には今交番があるところ、あそこもまあ行政がおそらく広場にして、で、プロジェクションマッピングですか、みたいな感じで、プラウタ相模大野クロスの広場みたいな感じですね、ああいう感じに、するのかなとは思いますので、まあ、ちょっと将来的に分かんないですけど、一応現状としては屋根がない区間はほんの少しなんですけども、ありますというところと、まあ、線路が比較的近いと、今回10個の建物は、線路から離れる西に振ってはおるんですけども、それでもまあ少し線路は近いということで、まあ電車の本数もいいことですけども多いですので、線路も6本走っておりますので、まあ、多少オートネックあるかなというところですが、まあ、あえて上げただけウィークポイント上げただけで、そんなのもう今回気に入ってる方からすれば枝葉中の枝葉になるかとは思いますけど、まあそこかなというところで、まあ、日常の買い物っていうところで行けばですね、伊勢丹入あってコルソがあって、コルソの中にもスーパーマーケット入ってますね、明治や富士ガーデンで、アトレですね、駅の直結の施設ですね、成城石井も入ってますし、あとパルコですね。パルコに、ヤオコも入ってますね。あとではザ・ガーデンも入ってましたかね。まあ本当に買い物施設としてはもう困らないレベルでありますし、そのパルコに映画館も入って、まあそこ図書館も入っていいですけども、あそこもあるというところで、休日の楽しみも大きいっていうところと、やっぱりまあ浦和いいなって、物件調査して毎度いいなと、まあ私も住んでたことあるので、自分が使ってたっていう面もそうですけども、やっぱり商店街があるっていうところで、そこの、まあ、今回新しい建物ができるので、まあ、新旧っていう形ですよね。まあ、十条とはまたちょっとキャラは違いますけども、まあ、ああいった形で新旧っていうところですね。で、今作の足元部分ですね、もう商業施設。まあ、搬入経路とかはあるので、スーパーマーケットも入るかもしれないですけども。なので、もう買い物関係では困ることはない。まあ、困ることないというか、もう迷っちゃうレベルかなと。いうところで、駅も10年くらい前にですね、高架化されて新しくなりましたし、もうやっぱり駅が綺麗っていいですよね。街の玄関口が綺麗っていうところで、だから将来大宮がドカーンと駅が綺麗になったらまたそこで戦えますけど、やっぱり駅って大事ですからね、玄関なので。浦和そこはなんか一歩リードしたなってところですね。もともとの浦和のあの古い感じの駅の時はですね、うんっていう感じはありましたけども、今はもう綺麗でした。あの駅に直結してる
専用改札もあるんですね。蔦屋書店の方ですね。あちらなんかもめちゃめちゃおしゃれですし、まあじゃあ反対口ですけど、あえて立ち寄りたくなっちゃうんじゃないかなっていうような非常におしゃれなところになってますので、まあ再開発というところでですね、いろいろな、まあ声はあるとは、まあ当然思いますけども、まあ繰り返しになりますけども、これまでもいろんな街で複合ターマンのですね、再開発の事業っていうのは多く行われてきましたけども、まあ新旧が混在して、で、過去よりも評価が高まる街になるっていうことは、これはまあ間違いないのかなというところで、もうちょっと古い話になっちゃうんですけども、私自身も浦和住んだことあって15年ぐらい前ですね、20代の頃ですけども。まあ当時は本当息も古かったですし、当時どこ勤務でしたかね、会社入ってそんなに経ってない時だったので、まだ田町だったかもしれないですけども、当時、上野東京、そうですね、最初、浦和の時最初田町、勤務でしたね。まだあそこ当時まだ上野東京ラインじゃなくて高崎宇都宮線で上野止まりでしたので、まあ、乗り換えがっていうところで、まあ、今も田町だと途中で乗り換えが必要ですけども、まあ、今はもう東京駅新橋品川と、ダイレクトになりましたの で湘南新宿も当時止まらなかったですから、湘南新宿も今は止まるというところで、まあ、当時でもまあ便利ではあったんですけども、今と比べてしまうと今の方が圧倒的に便利というところですね。で、まあ、住んでいて、じゃあこれはまあ個人的な感覚と、まあ私の通勤事情がっていうところですけども、じゃあ浦和住んだ時一番のウィークポイント何だったかって振り返ると、まあ、電車の混雑ですかね。まあ、これしょうがないですけど、高崎線宇都宮線もう浦和以北で大量の埼玉のお客さん、埼玉より北のお客さんもそうですけど拾ってきますので、浦和時点で結構混んでるんですね。でそっからまあ浦和も就業人口はあるので入れ替わりはあるんですけど、乗る人の方が多いですし、まあ今湘南新宿ラインも止まりますけども、まあどれもですね、やっぱりまあ今でも混んでるのかなとは思いますので、まあ当時はまだマンション価格安かったし、私浦和って言っても浦和から離れてましたので、マンションの価格も安かったですので、まあこの価格だからしょうがないよねって感じでしたけども、例えばこれから浦和ザタワーを購入して、都心に通いますと、ラッシュ時間帯に通いますっていう方からすると、壺600払ってなんで俺私満員電車乗ってんのみたいな感覚にはなっちゃうかもしれないですね。だからそこは埼玉愛が必要ですね。もし都心に通勤する方、通勤回数が多い方、しかもラッシュ時間帯乗らなきゃいけない方で、まあ浦和にこだわる方、浦和がいいっていう方は我慢できると思うんですけども、そうでない方からすると、なんでこの価格でこんなに揉まれるのみたいな感覚になっちゃうっていう点は、やっぱりまあ時間としては上野東京ラインできたので、そこそこ時間早いって言っても、でも東京まで30分ぐらいはかかりますので、30分揉まれるかっていう、壺600払ってんのにってなると、じゃあ例えば東京勤務だとしたら、壺600でもっともっと通勤事情がいい街が買えるというところにはなってきますので、まあ、そこはちょっとですね、今回価格高い割にはまあ東京から少し離れますので、埼玉愛、浦和愛は試されるポイントになってくるのかなと思います。もう本当そのぐらいですね。まあ、そんな浦和を語れるほど浦和の中心に住んでたわけじゃないんですけど、浦和駅使ってましたので、本当に電車の混雑を思い出すと、まあ結構混んでたなというところやなってくる。ちょっとそこが分かんないっていう方は、一回やっぱシミュレーションはですねした方がいいのかなというところで、まあそんな空いてる路線っていうのはなかなか少ないですよ。その価格に対してですよね。これが安くて混んでるなら飲めます、飲みやすいですけども、なんで壺600払ってこんな混んでんだって感覚に、なんでこんな苦しい通勤をしてるんだっていう感じになっちゃう可能性がなきにしもあらずってところは、賃がない方は注意が必要かなというところになってきます。であとはまあもう通学校もこれももう言わずもがなんですけども、まあ、高砂小から岸中っていうところで、まあ、岸中はちょっとですね、距離ありますけども、高砂小はもう目の前ですね。一応分数表記上は3分ですけども、ほんと目の前南側にあるというところで、もう小中ともにですね公立の人気校で、まあ、そこからさらに、受験でという方はもちろん多いですけど、やっぱり
公立が人気っていうのはもういいですよね、私立派だとしても。まあ、僕だと小中は、公立で行かせちゃう方ももちろん多いと思います。あとは、まあ、浦和らしさっていうところに行くと、先ほどの商店街もそうですし、あとは、まあ、歴史ある街ですね、月神社ですね。まあ、あの、モデルルームにウサギの置物が、あの、飾られて、ウサギ好きの私からするとめっちゃテンション上がりましたけども、まあ、余談ですけども、サンリオで行くと、まあ、メルちゃん、ルビーももちろん好きだって、他もウサギが好きですけど、やっぱ一番チアリーチャムちゃんのですね、あの、守りたいっていう、感じがすごい好きで、まあ、ウサギ好きなので、非常にモデルルームに置いてあるウサギにテンションが、置物ですけどね、高まりました。で、今作は、まあ、複合開発っていうところで、まあ、いわゆる税金事業っていう形になるので、税金投入事業っていうのがね、になります。事業費のうちの、まあ、いくつかを、まあ、ネットで辿ればいろいろ市議会とかで出てますけども、とんでもない金額の税金が入っておりますというところで、ちょっと細かい部分テロップで補足させていただければと思うんですけど、住宅は6階からになります。で、その下ってなるといわゆる下駄部分ですね。下駄部分は非常に横に長くて、その西寄りにタワーの重工塔がポンと立つ形に、なるんですけども、その下駄部分に関しては、まあ、店舗だったりとか、子育て支援施設、まあ、これは保育園ではないかもしれませんけども、子育て支援施設が入って、ポイントになってくるのがその税金投入事業っていうところで大きいのが、市民会館ですね。非常に大きいものが、移転してくるという形で、もともとのところどうするんですかね。まあ、そのうちそんな駅前ってわけではないですので、別にそこが、変わるから今作のよりいいのがマンションが出てくるってわけではないですけど、駅前に移転してくるというところ でその下駄部分と、重工塔の間に免震装置を入れているので、いわゆる中間免震という形になります。下は耐震、重工塔は免震というところで、まあ、精神免震どっちがいいかっていうのは建物に合わせてですね、採用するものですけど、一般論として免震が最強ではありますので、まあ、一番いいものが入っている形になります。で、主階後部なんですけども、今回、ドーナツ型のタワーマンションという形になるので、全方位です。南、西、北、東という形で、もう全部の方面に、主階後部があるというところで、今回ですね、非常にやっぱ現地改めて訪れて、まあ、歩道橋なんか登ったりしていろいろこうぐるぐる見てみたんですけど、やっぱり今回いいなって思ったのが、なんかスペシャル苦しい重工っていうのがないんです。でも、あの東向きの6階とか7階とかは、その下駄の商業施設の室外機置き場とかが来るので、まあ、ちょっとここは苦しいんですけども、全体的に見ると結構条件が明るい部屋が多いっていうところです。どの向きを買ったとしてもですね、もちろん眺望の差ってのはありますけども、なんかうわきつっていう部屋がもう本当にその一部しかないっていう形です。で、まあ、高い建物で行くと南東側と南西側に、高さとしてはほぼ同じですね。階高が今作の方が高いので、階数表記としては今作の方が、背が低いんですけども、階数表記としては低いんですけども、背の高さはほぼ一緒です。それが南東南西に来るので、南東南西の角重工を買う方はそのダイレクトウィンドウからちょっと先輩タワマンが見えてくるっていう形にはなります。ただ全体的に抜け感はあります。下買っても結構抜けるって、もう南の本当低層でも目の前小学校ですので、バーッと、抜けてくるって、まあ、だからこそ平均坪単価が低くならないっていうのはありますよね。こう条件悪い部屋が平均単価引き下げてくれませんので、まあ日当たり含めて、まあ、眺望もそうですけど好みで結構選べるっていうところです。まあ個人的にはまあやっぱ南かなとは思いましたけどね。まあ価格は当然高いんですけども、あの線路がぐーっと伸びてって都心が見えて、あの流れる電車も走る電車も非常にいいアクセントになると思いますね。あれも夜なんかも綺麗だと思いますね。もう日当たりも抜群ですし、まあ南がやっぱ一番いいかなっていう印象はあったんですけど、まあ北向きもコルソーと伊勢丹の建物を抜ける階であれば結構ガーッと抜けてきますの で西もホテルワシントンですねを越えてくる階、何階で越えま
ますかね、15とかだったら超えてくると思うんですけども、ちょっとそういうところはモデルで確認いただければと思うんですけども、南だともう本当に10回弱でも抜けてきて、で東も、まあ、線路ところがちょっとこうグラウンドレベル下がっていて、まあ、そこだけちょっとハザードかかりますかね、街としては、まあ、街全体としてはもちろん、大地なので全体としてはあの高台側で武蔵浦中浦から上がってくる側ですけど、県庁とかと比べると若干こう下がっていて、駅のあのガード下のところだけちょっとあの大きい雨とかすごい雨とかした時心配かなっていうところですけど、あの建物今回の自体のところは全体的に大地でいうところと、そもそもですね重工は6階から6階って言っても下の下駄が階段が取ってますので、マンションで言ったら普通のマンションで言ったらもっと上ですけども、電気室も上に上げてますので、まあ、そういったハザード気にする方にも合ってくるっていうところで、まあ、東方向もバーッと抜けてくる、本当今回どこ行ってもいいですけど、まあ多くの方が南がいいってなると思いますね。あとは予算との兼ね合いで、だからうーん第1期でなんか総評、ちょっとごめんなさい、まとまってなくて、あの総評みたいになっちゃって大変申し訳ないんですけども、じゃあ第一期マンションマニア目線でどこ狙うべきかってなった時に、私の感覚はもう南かプレミアム、これの第一期はどっちか行っちゃった方がいいと思います。でそれなんぞやっていうところでいくと、まあもちろん条件がいいっていうのもあるんですけども、第二期以降で多分買えないと思います。まあ売り渋ったりして出さなきゃ別ですけども、もし希望があったら出しますよっていう感じでいくと、もう第一期でしかチャレンジできない部屋を変えてたらそれはハッピーですので、もちろん自分に合えばですけど、なのでマンションマニア的っていうところでいくと、第一期の狙い目はプレミアムか南向きっていうところです。まあ南は別に角にこだわらなくてもいいと思う、とにかく視界後部南ですね、まあ特にいいかなっていうふうには思います。で、まあ、外観デザインっていうところですと、まあなんか本当浦和駅との連続性を大事にしたのかなっていうような、浦和の駅舎に比較的似てますよね、あの桁部分は。こうピアノ鍵盤をこうモチーフにした黒白のようなデザインっていうところで、モデルルームのシアターもですね、非常にそのピアノを意識してですね、書道家の方がいろいろ書くんですけども、非常にかっこいい動画でしたけども、桁部分はまあ、白黒でこの駅舎とデザイン性を合わせてきたのかなっていうところと、重工棟の部分は、まあ、バルコニーのガラス手すりの色合いを変えてますというところ、あ、そう、そこですね、まあ、これ好みな問題ではあるんですけど、ちょっとそこはあのモデルで唯一、あ、ちょあの自分の好みとはちょっと違うなってなったのが一箇所ありまして、あのバルコニーガラス手すりなんですけども不透明です。あのいずれにしても色はあの分かれてるんですけど透けないですね。あの中重工、まあ、角重工のもそうですけども、バルコニーにある手すりは全部乳白になってるので、要はリビングで座ってテレビとか見てます、ちょっと景色楽しもうかなってなったら立たないとっていう感じですね。座って眺望を楽しめない。あのもちろん角重工のダイレクトインドは別ですけども、中重工はなので、まあこれ好みなんですけども、要はプライバシー性は高いですよね。外から見えにくいですね。ただ今回結構抜けてるタワマンなので、個人的な好みとしてはバルコニーの手すりが透明、不透明とかがこう選べたら、選べるというかその部屋によって分かれてたら良かったなっていうのは思ったんですけど、まあデザインの兼ね合いもありますし、洗濯物とかも見えにくいっていうのはありますので、まあ、外観としてはいいんですけども、部屋から眺望を楽しみたい、座って楽しみたい派の私にとってはちょっとそこは、ウィークポイントではありました。ただまあ逆にプライバシー性重視したいっていう方からすればですね、むしろプラスなのかなというところです。ごめんなさい、話、それてしまったんですけども、その角重工はダイレクトインド、重工、中重工のバルコニーはガラス手すりで、まあ一般的なタワマンデザインではあります。ただ駅から見えるところの頭頂部と、あとまあ逆側もそうなんですけども、日差しがこう
手に出してて、なんかそこがアイポイントになるんですよね。だから駅降りて、うわーすげーなんだこの建物っていうような、もう絶対ランドマークになりますよ。できたらもう1年半後ぐらいですか。いやーもうなんじゃこりゃっていうような素晴らしい建物ができるっていう、そのポイントの一つはやっぱ目が行く先ってハイポイントで、いっちゃ上の頭頂部が日差しせり出してライティングしてくれてて、あれかっこいいっすね。だからまあそこまでの間は比較的タワマンとしてはシンプルですけども、でもスラブトゥースラブの隔て板にしてくれてますし、まあ外観としてはあのかっこいいんですけど、個人的にうおーっていうテンション上がった、うわーってなったのはあの頭頂部のとこです。だから駅降りてバーンとバーンとバーンと目に入る、あれもうなんかそれが私鳥肌立っちゃいましたもんね、駅って。いやこれだからシミュレーションして駅のホーム、あのエンディング撮るっていうのもあったんですけども、駅入場券買って入って、もし自分が住んだらっていう手でこう改札を出て、あそこ駅舎を出たんですけども、もういやーここにあれが立って、あそこに住んであそこに吸い込まれていく自分みたいな、あのエントランスはあの西寄りになんで、エントランスに吸い込まれていくシーンというのはそんなにこう駅からはそんなにというか見えないんですけども、なんかあのオレンジそこみたいな、いやすごい、いやもうなんか想像しただけでいいけど、これは本当これはおすすめですか。もう妄想大事ですから、テンション上がるかどうかですから、だからシミュレーションですよね。もうあれたまんないですよね、駅舎出てあの建物自分家ですよ、最高ですよね。いや私俺駅ナンバーワンどころじゃない、埼玉県ナンバーワンマンション住んでるぜ、やばいっすよ。なんかもう想像しただけで、まだ思い出すだけでやばいんですけど、本当にもう竣工したらもういやすげえとすげえとなりますよ、間違いないというところで。でエントランスアプローチはその西側ですね、重工棟の、まあ、実際商業を通って帰る人が多いとは思うんですけども、エントランスアプローチは西側で車寄せがと一体になってます。ただちょっと残念だったのはなぜかあの日差しがないっていう、車寄せ日差しつけてよっていうのはちょっと思っちゃうしたんですけども、ただ地下中なのでまあまあなんかあれをおまけてずつあれですけども、まあ下でなのでまあしょうがないのかなと思います。まあ、ただせっかくならなんかあの車寄せ日差しあってもよかったかなとはちょっと模型を見てですね思ってしまいましたけど、ただあのエントランスアプローチはこの豊かな植栽計画はもちろんなんですけど、あの冠名板もかっこいいですね、あの形跡の冠名板ですね、あのローマ字で裏はザタワーと書かれたっていうところです。あれも非常にかっこいいなという印象は受けました。でエントランスホールはその商業の部分が大きい、そこに取られてるので、まあなんかそんな言うほど広くは、図面上だとそんな広くは感じないんですけど、なんか浦和らしいなっていう感じがしました。あのいろんな高価格帯マンションを見させていただいてる中でなんかギラギラしてないですね。だからなんか100店が好きな人に合わせたような失礼のエントランスホールっていう印象でした。なんかギラギラしてるぜっていう、そういう感じじゃないですね。あの湾岸のドゥートゥールのカットがカチドキザタワーのあのエグザイルだぜみたいな、そういう感じじゃないですね。ギラギラじゃないですね。なんか百貨店でございますという感じで、裏々らしいですね、落ち着いた感じで。ギラギラ好きな人だと物足りなく感じるかもしれない。なんか品が良くて百貨店好きそうな人に合わせてる、室内になってました。で共用施設は6階と、17階に集約しているっていうところになります。で共用施設まだあの決まってない部分も多かったんですけども、まあ、タワマンらしいものはあるっていう感じです。ジムがあったりとか、コワーキングスペースがあったり、パーティールームがあったり、ゲストルームが2部屋あったりとか、まあ、キッズルームとかもありましたね。あとランドリーもありましたね。まあ、あの一般的なタワマンのものはあるというところになってきます。それが6階と17階になってるっていうところで、まあ、あの1階はやっぱ商業に取られちゃってるっていうのと、下駄の部分もですね、他の商業とか市民会館に取られてますので、まあ、上に6階と17階に持ってきてるっていうところ で、その6階がその販売しようとするとちょっと室外人が苦しい側に持ってきてて、17階はあの抜け感のあって眩しくない側の巡行で綺麗な眺望の、北側に持ってきてるっていう形になります。で今作なんですけども、ドーナツ型の外廊下っていう感じになってきます。なので
東京都心とかで、比較検討してる方からすると、まあ、外廊下の時点で無理でーす、無理ですっていう方も、もう当然私も個別相談会ですね、やらせていただいている中で、当然そういった方もいますので、もうそういった方はごめんなさいという形にはなってきます。今回は、失礼は非常にいいです。スカスカ格子じゃないですよ。ちゃんとガラス手すりの。ガラス手すりの、ドーナツ型でちょっと手すりも高いですので、まあ、背高い人だとちょっと下見えるかもしれませんけども、安っちい外廊下ではないです。ちゃんと可動式ルーバーもありますし、玄関周りタイル張りですし、床材とか含めて室内のいいですね、いい感じの外廊下なんですけども、外廊下であることはもう事実ですので、もう内廊下じゃなきゃダメなんです。内廊下で出直してくださいっていう方はもう出直すことはできませんので、これはもう購入を、検討から外すしかないという形ですけども、まあ今回ターゲット層が埼玉県内の、お金持ってる方、稼ぎ方っていう形なので、まあやっぱ埼玉県内内廊下タワーマン、そんな数多くないですし、実際浦和のタワーマンも外廊下で売れてきておりますので、事業としては違和感はないっていうところですね。いろいろ比較しちゃう人だとちょっと、気になってくるかなとは思います。まあそこはもう変えられない部分なのでどうしようもないですし、私も個人的には内廊下派なので、内廊下だったら良かったなと思いましたけども、まあ外廊下でやる方が事業としては違和感はないのかなというところになってきます。まあまあ、ただ価格が価格なので内廊下が良かったですけど、これもうちょっと安いならいいんですけど、そこはやっぱり価格を見ちゃうと内廊下でとは思っちゃうんですけど、まあまあまあ、他も変えられない部分になってきます。ただ、外廊下タワマン、じゃあ中もしょぼいんしょって、しょぼいんしょっていう、私も正直最初そう思いました。まあ、あの時の自分はもうぶん殴りたいです。ビンタしたいですよ。もう全然スペクターかったですね。だからそこだけ、まあ、だから逆にちょっともったいないっちゃ、外廊下はもったいないっちゃもったいないんですけども、外廊下タワマンだけどめちゃくちゃ中スペクターがいいぞっていう、まあ、ちょっと天かせとかはないですけども、中はものすごくいいですね。で、今回もう結構建物を立ち始めてるので、もうオプション関係できる部屋、特に建築系はもうできないんですね。だからダウンライト入れたいなやつとか、そういうのがいけないので、もう元々のスペックがめっちゃ高いです。もう目が超えてる、手前味噌ですけど、私も目超えてる方なんですけど、めっちゃテンション上がりました。で、まあまあ、ディスポーザーとか食洗機とか、あとキッチン洗面の天板のフィオレストーンとか、あとキッチンの立ち入れ水栓、浴室はフラットラインの LED 照明ですね。あれいいんですよね、暗くできるの。浴室、あとミストサウナもありましたし、あとトイレの手洗いカウンターと、あとローシルエットのトイレにスティックリモコンと、あと玄関前カメラ付きインターホンもついてましたし、玄関電子上ですし、まあ当然扉とかはキノコ、扉の押さえるやつはキノコではなくて、全部屋、ちゃんとプシュっていうやるやつですので、まあなんか細かいところ含めて、で、あと設置基準満たしてますので、リビングだけじゃなくて、リビングの横にも床暖房がありますというところで、まあスペックは本当に質がいいですね。浴室とかの壁面も含めて非常にいいですね。もうテンション上がるというところだと、やっぱりお金で変えられない部分ですね。基本天井高2650でございますよ。いや、あれ良かったですね。2650ですよ、これどの階もですよね。2650基本点ですよ。いや、立派で、冊子だからまあタワマンとしては最低じゃ最低限ですけど、2100取ってるので、で結構窓面も横に長い、まあ連想冊子に、だって窓リビングだけで3枚窓とかいう形の間取り多いですので、まあそう、間取り今回結構ワイドスパンですね。ちょっとワイルで変形的な形とかあったりします。結構全体的にワイドスパンで、プラットはカメルクロスとかみたいな感じで、結構横に長い感じで、なんかまあ、内廊下にもありそうなこう間取りっていう感じですね。プレミアムになると全部屋視界後部に窓あったりとかしますので、間取りは結構、まあ、いろいろ選べますし、全体的にワイドスパンでいいなっていうところはありました。で、まあ、基本点2650なのでいいなっていうところと、またお金で買えられない部分、一緒換気来ました、ありがとうございます。ちょっとまあ注意として、12階まででしたかね、は、壁ポコちゃんありでございます。例外があるかもしれないので、ちょっとモデルで確認いただきたい。確か12階までです。 1L だけ13階も壁ポコあったかと思うんですけど、基本は、13階以上を買いますと一種換気でございます。
まあ、プレミアム除くと前列はちょっとついてないんですけども、まあ、一周換気なので、まあ、一周換気になる分、若干ですね、天井下がるとこあるんですけど、まあまあ、モデルはそっちの下がってる方で、再現してるので、まあ、壁ポコよりかは、一週間取った方がいいと思いますけどね。だから、そこは嬉しいですね。だから、先ほど下でも、下の階でも抜けますよと、ちょうど抜けますよとお伝えしたんですけど、やっぱり壁ポコない方がいいかなとは思いますので、まあ、選べるなら上の一週換気の方を選んだ方がいいんじゃないかなと。まあ、最近ほんと一週換気自体がなんか珍しい、前列さておいて一週換気自体が、珍しくなってきちゃいましたので、ここは非常に嬉しいなというところになってきます。で、最上階とその1個下のプレミアムフロアに関してはですね、床インフルというところで、まあ、せっかくなら全部床インフルだったらよかったんですけども、まあ、残念ながらちょっと上の2層だけなんですけども、床インフルで、あと仕様も上がりますね。キッチン天板の袖壁も、三日月石になったりとか、食洗機深型になったり、パナソニックであることは変わらないですよ、深型で。あと、浴室が日暮里加工になりますね。まあ、その分ちょっと調光はなくなっちゃうので好みですけど、まあ、日暮里加工の方が見た目の高級感はありますね。あとは、角重工と南重工だと、フロアヒンジの扉だったりとか、LED のダウンライト入れてくれてたりとか、角部屋間接照明もありました。モデルで、再現されてますね。まあ、床インフルが一番大きいですね、プレミアムで。で、基本点も上がります。2850と2900で、差し高はどっち買っても2300ですかね。まあ、それでも高いですよね。で、あと、そう、これはプレミアムだけじゃなくて全部の階ですけど、各階ゴミ置き場。これはまあもちろんついてます、当然ながら。各階宅配ボックスもつきますね。カッコではないです。カッコではないですけど、各階宅配ボックスも来るので、まあ、業者さんはもちろん上に上がれる業者さんのみにはなっちゃいますけども、各階ゴミ置き場だけじゃなくて、各階宅配ボックスはこれ嬉しいですね。今時ですよね。これ非常に嬉しいポイントになってきます。これプレミアムだけじゃなくて全部についてくるっていうところです。周辺相場っていうところで行きますと、まあ、クラウド浦和とかブリリアが、まあ、坪500前後かな。ちょっと部屋によるんですけどもね、なっておりますし、まあ、シティハウスも出ればそれぐらいはすると思いますので、まあ、周辺の板満坪500です。500超えてくる事例もありますの中で、まあ、タワマンで、600兆ってなると、まあ、そんなもんかなって、まあ、もうちょっと痩せて嬉しかったですけど、ただまあ、売る側からすれば、もう、板満が坪500の時点で、500台じゃ売りたくないですよね。これ、売り手の目線に立ってみると。板満500で動いてるのに、なんとタワマンのうちが500台なんだってなっちゃうので、まあ、本当は買い手からしたら500が、だから中古高値で買う人がいるから、上がっちゃうんだってなるんですけど、まあまあ、それはそれしょうがないので、中古が500でもう動いてるって事実がついちゃってるので、まあ、スペシャルなタワマンなので、そっから2割3割高いのは致し方ないのかなっていうところでもう、なんかデータから見ると、まあしょうがないですね。本当に坪600でも違和感ないっていうのは怖いんですけども、本当にまあ、周りは本当に500ぐらいで動いちゃってるっていうところにはなってきます。あとは、価格、そうですね、やっぱ管理費、維持費ですね、管理費と修繕金、まあ、これはなかなか重たいですね。で、今回ちょっと面白かったのが、まあ、全体と住宅等で管理も修繕も分かれて、それの合算値になるのは、これはまあどこもそうですけども、その商業の部分の方の修繕積立金が均等方式でしたね。それはいいですよね。だから重たいっちゃ重たいけども均等方式取ってくれてるのはいいなっていう。まあでもせっかくだったらじゃあ住宅等も均等でやってほしかったなと思うんですよ。まあそうするとさらに最初が重くはなっちゃうんですけども、まあどうせならとは思ったんですけども、ちょっとそこは面白かったです。まあ合わせて70平米、ぐらいで、まあ管理費修繕ですね、缶詰で6万ぐらいっていうとこですね。そこに駐車場借りたらまあ結構さえね、乗っかっちゃいますが、その駐車場は、この部屋買えば取れますまだ決まってるんです。野村不動産の今回主幹事野村さんなんですけど、駐車場の抽選方式は野村さん方式じゃない、予定というところなので、普通に抽選
です。抽選なら野村さんの物件もそうなんですけど、野村さんって大体の物件で部屋と駐車場同時にやってくれるので、部屋当たったけど駐車場外れちゃいましたって時に、じゃあ部屋買うのやめますが、できる物件が多いんですけども、今回はそのパターンじゃないですね。だからまあ駐車場欲しいならもう広い部屋買うとか、そういう風にするしかないです。で、駐車場は地下中のタワーパーキングで、まあ、今回裏はクラウンと歌ってるんですけども、ちゃんと、新型セダンクラウンが入るような、駐車場パレットサイズにはなってます。ちょっと背丈はですね、区画によりますけども、全長とか全幅は新型クラウンも入ります。 LS とかも行けますかね。ロングセダンも、いけるという形になります。いや、もうなんかとっちらかってて申し訳ないです。もう本当になんかもうテンションも上がってしまって、ただまあもう買いですね。まあ埼玉愛は試されますけども、もう埼玉で一番いいマンションのファーストオーナーになれるチャンスなんですから、買える方はもう買っといた方がいいですよ。これは間違いなくもう買っておかないと後悔しちゃうやつですね。埼玉の裏がいいっていうかですね、そうでない方からするとちょっとクエスチョンマークになっちゃうと思うんですけど、今回もそのメインターゲットが埼玉好きな人で、価格出せる人がメインターゲットで、別にその人たちだけで完売できちゃうので、別に東京がとかそういうなんか比べてる人はもういい、もう来なくていいですよっていうぐらいの感じだと私は思うので、別にそこに安さとか求めちゃダメで、もう今回浦和で一番いいマンション、埼玉で一番いいマンションのファーストオーナーになれるチャンスが目の前にあるんだから、予算届くなら行かない理由ないですよねっていう、もうそういう形になってしまいます。ちょっともうちょっと語りたいんですけど、すいません、目的地についてしまうので、今回ですね、記事の方も同時公開いたしますので、概要欄の方に、貼り付けておきます。今回はちょっと本当まとまってなくて申し訳ないですけど、もうちょっともう良かったですね。もう埼玉好きな方は買っといた方がいいです。ドクター森野さんはどうなんでしょう。与野本町の豪邸を5売却して移り住むのか、セカンドとして買うのか分かりませんけども、非常にもう埼玉愛があって予算届くならもう間違いない物件だと思います。ということで、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重な時間ですね、本当にありがとうございます。今回もですね、ちょっともうまとまってなくて申し訳なかったですけども、聞いてくださって本当にありがとうございます。で、私マンションマニアにですね、直接相談をできます個別相談会というものですね、開催しております。そちらもですね、ぜひですね、ご予約いただければと思います。ということで、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。浦和ザ・タワー、非常にいい出物でございます。もう買えるなら買いです。買っとかないと後悔する物件です。それでは失礼をいたします。ありがとうございました。